この書き方の意味が理解できない人が多いんだけど、まあ、正面から書くと花の形がもっと分かるように。よろしくお願いします。毎度です。今回日野井さんが来てます。どうも。アドバイス動画なんですけど、今回の投稿してくれた人は Rage Rider Artificial さんです。投稿してくれた絵なんですけど、キャラクターと背景ですね、7対3のよくある角度ですね、こういう角度だとなんか目の位置とか首の描き方とかいろいろ難しいんだけど、日野井さんはパッと見てどうですかね、もうこれはこういうキャラだって言われたらそうですねとしか言えないんですけど。そうですね。じゃあこれを分かりやすく書いてみます。分かりやすく、まあ普段の自分の仕事だとこんな風に書いてますよぐらい。普通の人はこっち側は書きにくいからあえて避けるんですけど、この人はちゃんとね、こっち普段とは反対向きの顔を描けるんですね。ああ、そうね。まあもしかしたら左手で描く人なのか、うん。まあ、バストアップなので先に顔を描きます。まあ、頭のボリュームを決める。スタイルはそれぞれだし、別になんか正しくないって言わない。アニメーターなので仕事でどういう風に書くとうまくいくか気になりますね。本当に少しだけシワとか折ってるところを入れるだけでリアリティ出てくる。おお、素材が集まるところも意識して仕上げたらそれっぽい。よくありますね。髪が隠れててもまだ目が見れるようにしますね。まあ髪の色を塗ってもそのまま線を残していくのもいいし、全部隠しちゃうのもいいし、そうね。
思いますか。ありがとうございます。すごいね。まあ、これはあのね、これ自分の仕事風に仕上げただけなんで、うんうんうん、まあ、皆さんは皆さんの書き方を突き詰めればそれはオリジナルとして評価されることもあると思うので、うんうんうん、万人に受けるような絵を描いてる自分とは違ってマニアックな人たちに受けるような絵を描くのもいいと思いますよ。うんうんうん、ちょっと見やすくなったところがその首のなんだっけハイネック、うん、元の絵であの山のような曲がり方なんだけど、日野井さんが描いたような描き方だと逆になってますね。自然に見えるように描くとこんな感じかなって、うんうんうん、本当に少しだけ服の集まるところとか意識しながら描いたら芝がそれっぽいいいところにありますね、うん、で私あのちょっと気づいたところがあったんだけど、そのあの花の描き方、うん、花の線を描いてでその後ろになんか上から下に描いてまた上に上がるところは、この描き方の意味が理解できない人が多いんだけど、まあ、正面から描くとここなんですよね。そうね、前にも言ったはずなんですけどね。そうね、で今の角度だとその線も全部描かなくていいし、まあ多分描いてもいいし、うん、影色で塗るのもいいし、ハイライトで光らせるのもいいし、うんうんうん、鼻の形がもっと分かるようになりますね、うん、あと口の描き方何かアドバイスとかありますか。私結構単純な口の描き方いつも なってしまうんですけど、まあ、実際の口があったとするとそれを省略化したのがこんな口になってるんで、まあ、もちろんリアルな口を描いてもいいし、うん、人間の写真を見てその口をなんかどういうふうに省略するかみん なんか試したらいいんですかね。そうですね、実物に勝るものなしって言うから、うん、そんな感じかな。はい、ありがとうございます。どうもでした。みんなこのシリーズの中で他の動画いっぱいあるので見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあ今日日野井さんありがとうございました。バイバイ。どうも。